やはりプロのドラマーから聞く話だっていうことで、特に例のマッチド、まずご紹介させていただきます。梶君こと梶原哲也さんです。イエーイ。はい、どうも。よろしくお願いしまよす。ろしくお願いいたします。もう大好評で、おかげさまで。本当ですか？例のレギュラーレギュグラーリッグリッププ。とマッチドグリップのチャーリーのこうタカタカって叩くと、ツタツタツタってこう、その持ち方の違いによる力の差でっていうところが、目から鱗みたいな、そうだみたいな。あれだから、そのチャーリー感を出そうとすると、両手で同じように叩くとうまく出なくて、左手を弱めに叩くとそういう感じが出るっていうのをね、やってて、まあ見つけたというか、なんかうまく納得いく感じになったっていうところですね。かなりドラムのことを研究しているような人でも、なるほどっていうね。今回はテーマを設けて、僕と梶君が話してて分かりやすいのは、ほぼ同世代じゃないですか。ほぼ同世代っていうか、ストーンズ像がね。今はいろいろ映像作品とかたくさん出てるけど、僕なんかがずっとストーンズ聞いて、年を重ねてた時っていうのは、ライブアルバムっていうのが何枚かあって、そういう時代に出てたベーシックなザ・ローリング・ストーンズのライブアルバムを再検証というか、ドラムプレイ、そしてザ・ローリング・ストーンズの変化みたいなのを語っていけたらなという企画なんですよね。よろしくお願いいたこしまちらす。こそ。まず最初のライブ作品としては、このね、ガットライブ If You Want It。 これは66年のロイヤル・アルバート・ホールでの録音ってされてるけど、実際は違うらしいんですよね。そうなんですか。3曲ぐらいね、カバー曲を疑似ライブでね、スタジオで録音してたのを完成を入れてという、ブライアン・ジョーンズ在籍時の、唯一のライブアルバムということで、音が悪いんですよね。PA がまだ発達してない時代です。アンプからの音でみんな聞いてて、でもビートルズもそうだけど、キャーキャーいう歓声で何も自分たちの演奏聞こえなかったみたいなね。それで僕的にはこの1曲目のアンダーマイサムとゲットオフマイクラウド、チャーリーのさ、もうね、アンダーマイサムが終わったらもうツッタンタンってすぐさ、タタタタタタっていうさ、もうこの2曲でもう100点みたいな、バンドをドライブさせるぞっていう気迫をすごい感じたんですけども。そうですね。その話をね、この間の打ち合わせの時に聞いて、久しぶりに聞いたら、やっぱりこのライブアルバムってやっぱチューニングがだいぶすごいじゃないですか。なんで、なんかちょっとそっちの方にばっかり耳がいって、チャーリーのビートとかがいまいち入ってこなかったんですけど、その有賀さんの話を聞いて、さらにもう一回聞き直したら、この2曲チャーリーすごいですね。すごいよすごい。ちね。ょっとびっくりした。チャーリーとは思えないようなガンガン行くビートで、で、しかもタタタタタタっていうのが、さっきちょっと話した、左手がちょっとこう弱くなった感じで、タスタスタスタじゃなくて、ダガダガダッタって言って、もう両方なんかこう、がっつり来てるっていう感じ。この頃まだマッチドなのかな、チャーリー。ねえ、でも本当この頃のチャーリーっていつも必死な形相というかさ。そうですね。ものすごい力強いチャーリー、若かりし頃の。いや、かっこいいなと思っですて。よね。ガレージっぽいっていうんですかね。あとはね、やっぱりこの頃ってまだそのスネアのところでハイハット抜き多分やってないでやってすなよい、やってね。ない。ここまでビートが違うんだってね、ちょっと思いましたね。うちらはその、やっぱりタトゥーユー以降、本格的にストーンズを聞き出したので、もうチャーリーがスネアのところでハット抜くっていうスタイルだったけど、こうやって初期の聞き直すと、ハットがもうスネアにも全然被ってるし、それでこんなに感じが違うんだと思っでて、すよちね。ょっとびっくりしたですね。疾走感はすごいですもんね。そうですね。なんか、ほんとすごい。じゃあ続けて、69年の US ツアーの Get Your Ya-Ya's Out。
これがまあ前ね、一回カジ君がチャーリーの好きなパターンでタッタタッタタっていうのがね、聞いた時にジャンピングジャックフラッシュとかがもうすぐ頭の中で聞こえてきたんですよね。この時期はもう対応してますね。うん、こう、あとオープニングのジャンピングジャックフラッシュでジャッチャージャララッタッタッタとかさ、やっぱりチャーリーとキースのコンビ感っていうのがすごくよく分かったなというか。なるほどなるほど、うん、自分的にはその次のラブユーライブのライブアルバムとしてのインパクトが強かったから、うん、ちょっとゲットヤーヤーはそんなになんかこう印象がちょっと薄かったんですけれども、うん、いざ聞き直してみると、うん、ひょっとしたらもうこれが最高傑作かもライブとしては、うん、っていうぐらいのなんかもうすごいもうバンドとしての充実感を感じましたね。そう、すごい充実感ですよね、うん、だから、はい、この、うん、ガットライブ If You Wanted からたった3年でここっていうのがね3年すごいですよね。すごい、あの、まあ、ビートルズのほら62年デビューしてあのアビーロードまでの8年間もすごいけど、うん、ライブっていう側面ではビートルズはやめちゃったわけですけど、はい、ストーンズは今では当たり前となったツアー一座っていうのをここで確立させたんですよね、うん、なるほど、うん、ちょっとそのお話有賀さんもうちょっと聞かせていただいていいですか。ミックは未だにやっぱりこの時のツアーで自分たちが自前の、今では当たり前となったツアースタッフをこう作ったっていう、うん、それにあたるそのエピソードがすごくて、うん、そのチームとして移動するじゃあ効率化そしてそのノウハウっていうのをサーカスの団長に聞きに行ったっていう話があって、それが好きなんですよね。それもミックっぽいというかだからそれまではビートルズもそうだけど、うん、66年のツアーとかはアメリカツアーなんかは特に、うん、多分ギターは持ってったと思うけど、その会場に行って、うん、なんかセッティングされた機材で、うん、じゃあじゃあってやって終わって帰ってくるっていうねだけだったけど、うん、この69年で一つの本当にザ・ローリング・ストーンズのツアーっていう座組ができたっていうことで、やっぱその充実感と安定感がこのアルバムに反映されてるのかなっていうイメージですよね。なるほど、うん、すごく誇らしく思ったって言ってますもんね、ミックはね。本当ですか、うん、その作り込みをして、なんかブルーハーツとかその、うん、ね、普通になんかツアーして普通に PS さん照明さんなんかスタッフ舞台スタッフとかがいて、でその方たちが朝からセッティングしていろいろ調整して、でライブが終わって片付けて次の場所に行くみたいな、なんかちょっとね当たり前のように思ってたことを実はストーンズが全部作り上げてたっていう。そう、うん、それちょっと、うん、そこまで考えたことなかったんで、ああそうかと思って。もう一つグレートフルデッドも、まあ、ツアーでやってたから彼らなりにちゃんとやれてたっていうこともあるみたいなんですけども、うん、はい、うん、でもやっぱパッケージとしてのツアー、うん、きっちりとしたっていう座組を作ったのはこの時の69年ツアーなんでしょうね。多分そうですよね、うん、グレートフルデッドだとなんかもうちょっとこう村ごとこう移動する感じだから、うん、またちょっとそういうエンターテインメント性の強いものとはまた別な感じがするから、うん、やっぱり今のコンサートっていうのを作り上げたのはやっぱりストーンズかっていう、うん、だからそこまでに悲しいけどミュージシャンとして機能しなくなってしまったブライアン・ジョーンズをどうするか、このままではツアーできないじゃないかっていうところでの、ね、ミック・テイラーへの交代劇っていうね。このライブはミック・テイラー入ってすぐぐらいなんですよね。そうそう、だから7月の頭にお披露目でハイドパークでやって、うん、でそれこそそれがまあブライアンが亡くなってから3日後ぐらいで、まあ、メンバーの動揺とかもあったんだろうけど結構ひどいんですよね。それが7月で、ね、ミック・テイラー入ってすぐですからね、お披露目で、うん、そっから10月か11月のアメリカツアーがこれなんですよね。はい、だから3ヶ月ぐらいでギュッとまとめたんでしょうね。すごいですね、はい、なるほど。ここでまあでもこの間カジ君が言ってくれたチャーリーの印象的なチャーリーっぽさフレーズというのが出てきた
のかなっていう感じで。そうですね、うん、その前のスタジオ版がペガズバンケットとかレッドブリードとか、うん、まあバンドとしても本当もう充実というか絶頂期だし、うん、なんかそういう中でプレイヤーとしてもこうチャーリーがどん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 成長していったっていう感じの中でのライブなのかなっていう気がしましたね、うんうん、であとそのねこの間話した時にミッドナイトランブラーの途中で止まって決まってみんなダーンっていうあのなんかこうブレイクとみんなが一斉にドーンっていう入る、うん、あれがもう、うん、鳥肌もにかっこよくて、うん、なんかこうバンドの醍醐味ですよね、うんうん、最初はなんかシャッフルだったのに、はいはい、それが8になって一遍止まってでミックのボーカルに合わせてでみんなドーンあれはもう本当に未だにコンサートのね一つの見せ場の曲ですからね、そうですね、あの辺りも含めね、うんうん、ドラム、ベース、ギター全員がこれなんかコンピューターで動かしたんじゃないとっていうぐらいなんかバッチリ合っててもうそれが塊としてドーンってくるから、うん、もうなんか本当久しぶり聞いてね鳥肌もんでしたね、うん、うん、なんか生バンドっていう感じでね、まあ音楽的な完成度というとやっぱこのアルバムが一番最高だっていまだに言う人多いですもんね。ああやっぱそうですか、うん、あなるほど、ね、まあその後次がいきなりラビューライブになっちゃったから72、3年の今はね出てるけどライブが全然音源としてオフィシャルで出てなかったからだけど、うんうんうん、やっぱミック・テイラー唯一のライブアルバムとしての時期が長かったからっていうか、あーそっかそっか、うん、なるほどね。で悪魔はアレム歌のキースのギターソロと一方のミック・テイラーの流暢なギターソロの対比とかね面白いですね。良さがそうですね、うん、そうね、ミック・テイラー上手い人なんだなって思っちゃいますよね。めっちゃ上手いですよね。二十歳ですもんねこの頃ね。あーそうか、かっこいいですよね、うん、なんかでちなみにこれ最初のオープニングがちょっと凝ってるじゃないですか、うん、いろんな MC がみにゃにゃってなってきてさ、そう、うん、でもこのアルバムで初めてThe Greatest Rock and Roll Band in the World って最初の MC が聞こえてくるんですけど、うんうんうん、あれは当時 のツアーマネージャーのサム・カトラーっていう人の声で、ほうほうほう、うん、でそのサム・カトラーっていう人は本出してるんですね、その当時のツアーの、うん、それでね世界最高のロックンロールバンドですよね、はいはいはい、いわば、まあ、なんでそういうことを いきなり前振りで言ったかっていうと、なんか映画関係 のところを借りてリハーサルしてて、うん、なんか女子大生が2人紛れ込んでたんだって リハーサルに、まあファンっていうか、なるほど、 それでサム・カトラってツアーマネがもうスタッフだから客観視ができなくなってて、ほうでどう思うって聞いたんだってその女子大生にまあほら久しぶりだしさ、そしたら最高よ、だってザ・ローリング・ストーンズって言ったら世界最高のロックロールバンドじゃないって答えたんだってその女子学生が、うん、それであそうなんだって言ってそっから、世界最高のロックンロールバンドで始める MC を始めたって書いてあって、でもいい話だなと思って女子大生の一言がきっかけなの。じゃああれだ、もうなんかこうはったりかましてスタッフが言うとか言うんじゃなくて、うん、本当にファンの当たり前のような一言がそうそこに、はい、なってしまったという、そうなんだって面白い、うん、いい話ですよね。いい話だけどちょっとびっくりしてる、うん、あと面白い話があって、うん、はい、2007年ぐらいにミック・テイラーがソロバンドで六本木にあるどこだっけな、ビルボードだ、すごいいい会場でソロでやったんですね、うんうん、そしてミック・テイラーがなんかリハーサルの時に急にラブ・イン・ベインやろうとかって、ラブ・イン・ベインだよな確か、うん、ラブ・イン・ベインやろうっていうことになって、
で、なんか音源がないかななんてやってて、ごちゃごちゃ言ってるんですよ、そのマネージャー。マネージャーってドラマーなんだけどさ。あ、そうなんですか。いや、すごい上手い人なの。もともとドラマーで、それからリハーサルスタジオ、イギリス人だけど経営して、それでミック・テイラーとかのマネージメントもやるみたいな、もう本当クレバーな人か。あ、で、なるほど。ごちゃ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 言ってるから、うん、僕が、いや、YouTube にラブインベインありますよって言って、ほら、ストーンズとかが演奏した。あ、そうか、YouTube 見ようって言って。で、それはね、69年じゃなくて、72年のラブインベインの演奏が出てきて、で、それ見てコピーしてましたよ、みんなで。それ、有賀さんが言ったんですか？そう。それでね、僕、ミック・テイラー、それで、そのチェフっていうのがドラマーでありマネージャーなんだけど、それで3人でね、まあ僕がほら、検索して、それで、あ、これこれこれなんつってやってたから、3人で横並びで見たっていう。面白いな。そんな経験があるんですか。そうなんですよ。いいですね。か助かったみたいな感じで言われました、ね。まあ、そうかそうか。バンドとしても本当になんか絶頂期みたいな、絶頂期っていうか、まあライブバンドとしてね。まず完成期っていうかね。うん、で、チャーリーもかっちりって感じですよね。そうですね、うん、かっちりっていうね、一番かっちりしたライブ版かもしれないですよね。はいはいはい、そうですね、うん、メンバーも変わってしっかりビートを刻まなきゃみたいなプレイヤーとしてなんかあったのかもしれませんね。ちょっと、うん、はい、想像でしかないですけれども、と同時にそのさっき言ったガットライブのあのビートバンドっていうところからロックバンドっていう感じのね、うん、移行というかね、うん、そうですね、そうですね、うん、それは確かに感じますね、うん、うん、まあアルバム、スタジオアルバムも含めてそういう時期に入ってるんでしょうね、うん、タムの使い方がもう一回ね、なんかね、とってもチャーリーっぽいなっていうのが、タンタン、トコトコトントンとか、前のアルバムかもしれないんですけれども、19回目の神経衰弱とかも、トントトストトンつってあの印象的なフレーズとか、あとはペイントイットブラックか、普通はなんかこう低いタムでやって、トン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 っていう感じで、なんかこうやるんですけど、なんか高いタムでトン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 ってやって、すごく特徴的だなと思って。その後の、Go into the go-go、まただいぶ後ですけれどもね、あれもなんか高いタムでね、トン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 ってやってて、面白いなと思ってね。高いタム使うと、ちょっとタムが目立っちゃうから、曲の中でちょっとこう存在が大きすぎて、高いタムであんまりなんかそういう歌物はやらないことが多いんですよ、うん、低いタムでやることはあるんですけど、歌がなんかちょっとこう聞こえなくなるとあれなんでっつってね、まあ自分的にはね、高いタムよりは低いタムでいくとか、うん、で高いタムでなんかね、チャーリーはトントトストトンとかいうのが19回目の神経衰弱のなんかもう頭からついて離れないですよね、耳について。トントトストトンっていうあの、フレーズとか、あとね、なんかね、まあもうちょっと後のライブアルバムでも入るんですけど、曲がなんとなくゆっくりした曲とかで落ち着くようなフレーズの時にね、なんかね、タムでね、こうフレーズっていうのかな、なんか歌うようにね叩くんですよ。タムをこう流すっていうんですけれども、上からタカ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 みたいな感じに順番に叩くっていうのはなんかよくあるんですけれども、それをこのチャーリーってワンタムワンフロアっていうね、すごいシンプルなあれでトントントスント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 ン、なんか歌うようにね、はいはいはい、叩くみたいなのが、これがね、もう一時期すっごい憧れてて、うん、ドラムで歌ってるっていうのがね、これセンスの塊みたいな自分の中であって、なんかテクニックじゃなくて、そう、分かる、センスで叩くみたいな、そう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 、そういうのもね、ライブだと特徴的に出てて、タムの叩き方、使い方か、もう大好きなんですよね。で、まあ次がロンウッドの入った一発目のね、はい、ライブのラブユーライブ、まあこれ日本版のタイトル、感激偉大なるライブっていうタイトルで、はい、でなんかあのそのタイトルどうなのよって言ったら、そのディレクターさんが、いやだって俺は本当に感激したんだ、そのままをつけたんだっていう、だけど感激偉大なるライブってそれはストーンズを見るがあの言葉であってっていうさ、ストーンズのアルバムなんだからそれ違わないかっていうね、ただのファン目線でしかないっていう、うん
この前に69年の次に本来であれば72年のメインストリートのならず者を出して、はい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 、最高潮っていうのかな評価が、うん、の時のツアーのライブ版を出そうとしたんだけど、うん、ローリングストーンズレーベルが71年でスティッキーフィンガーズ始めて一発目だけど、うん、それ以前の権利を持ってる会社の人たちが使用許可を、まあ、揉めて出さなくて、出せなくなったんですよね。あ、そうなんですか、うん、それでその辺をネゴシエーションし直してちゃんと出そうってなった時には、うん、今度ミック・テイラーいなくなったたっていうね。なるほど、うん、だから今ほら72年ってレディーズ&ジェントルマンっていう映像作品も出てるし、今度73年最後のミック・テイラーツアーがヨーロッパツアーだったけど、それも音源として出てるから、うん、やっとその辺がないもの出たりずっとしてたわけだけど、うん、埋まってきたんだけど、それでなるほどミック・テイラーの次にロンウッドのこれになったというね。このライブ版はもうレゲエ色が結構入ってきてますもんね。 C 面のエルモカンボのクラッキンアップっていうボーディドリーのカバー曲が完全にちっちゃかっちゃちっちゃちっちゃちっちゃかちゃっちゃっていうレゲエの方面にアレンジし直してますもんね。うん、そうですよね。うんうん、で、パーカッションも入ってる。悪魔はアーレムだとか、レゲエっぽいやつとか。そういうのだと、こう、パーカッションとかはね、すごく生きるんですけど、うん、8ビート刻んだ時に、やっぱパーカッションの人ってやることなくて、結構そのスネアのタイミングで、カーン、カーンって言って、ドラマーと一緒になんかこう、パーカッションを、ティンバレンスを叩いたりして、こう久しぶりに聞いたらチャーリーのこうスネアのタイミングをこうしっかり聞きたいんだけど、うん、パーカッションがなんか邪魔してるみたいな邪魔してるわけじゃないんですけど、うん、なんか被ってるなと思って、その当時は20歳前後の頃に聞いた時は全然そんなの気づかなかったから、うん、あれあれと思ってまあそんななんか時代だったんだろうなってね。パーカッションが、ね、そうなんかリズム強化みたいなイメージありますもんね、うん、この頃ね、 ね、うん、うん、ロンが入ってからギターはもうぐしゃっとした一体感でリズムをどう持っていくかみたいなテーマみたいなのがあったのかもしれないですよね。なるほどね。そっかそっか。ブラウンシュガー、前もちょっとお話したようにブラウンシュガーがやっぱりタムを使ってるビートで大好きなんですけども、このラブユーライブのブラウンシュガーってむっちゃ走ってますよね。あ、最初のキースのフレーズのチャッ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 チャララが始まって、次チャーリーが来るじゃないですか、うん、そこからもうドーって走り出してあれが最高で、あ、チャーリー走ってると思って、チャーリーってなんか後ろに来るイメージがすごいやっぱあるから、うんうん、ライブでライブ、うちらの感覚だとライブなんて走ってなんぼみたいなとこがあるから、モタルよりは走る方が絶対かっこいいっていうのがあるんで、うんうん、チャーリー走ってると思って、いけいけみたいな感じで、うん、このブラウンシュガー最高ですね。この時はボビーキーズが入ってなくてロニーが感想を弾いてるけど、うん、いいですよねこのロニーとかも含め。ああそういうことか、うん、そうですね、コアなローリングストーンズ感がむき出しというか。なるほどね、うん、こうやってずっとストーンズが今日に至るまで続くっていうのは、うん、本当ロニーの人柄というかね、うん、やっぱりミック・テイラーとか協調性というかちょっと難しそうですもんね。ああそうなん、そういうとこも大きいのかもしれませんね、うん、バンドはね。75年 US ツアーで、76年ヨーロッパツアーで、77年のエルモカンボっていう小さいクラブで、うん、足掛けなんか3年の音源が入ってんね、そう思えないけど、まあちょっとあれですよね、そのちっちゃいクラブでのカバー面が C 面ですかね、それそうね、それがなんか入ってるのが売りだみたいな感じで聞いてたんですけどね、その当時は。そうそう、で、ね、実際すごくいいしね、ブルースとロックンロールのカバーバンドとしてデビューして、ここで12、3年の時期の、うん、さっき言ったクラッキングアップっていうボディドリーの曲をレゲエ調にアレンジしたりとか、はい、アラウンド・アンダーラウンドなんかも69年のキャロルの真面目な感じのチャック・ベリーソングのカバーと全然違って、本当文字通り自分たちのものにするっていうのはこういうことだろうなみたいなね。そうですね、うん、でそこでまたチャーリーのさ、アラウンド・アンダーラウンドのあのなんていうの、推進力というかスイング感っていう、はいはい、あ、このドラムのなんかこう
なんていうのかな、ノリっていうんですかね、うん、わすごいなって子供ながらに思いましたもんね、そのジョン・ボーナムだとかっていうまだ言ってる時代に、うん、ああそれは素晴らしいですね。このラブユーライブぐらいから本当にストーンズって存在自体かっこいいんだっていう評価に変わってったんですよね。でもその一人一人のテクニックがどうしたっていうよりもね、うん、そうですね、うん、ライブアルバムっていうことで言えばそのゲットヤーヤーとラビューライブがもう本当生っぽくて、本当バンドっぽくて、うん、うん、やっぱ真骨頂というかね、ロックンロール本当イッツオンリーロックンロールって感じですよね。あ、はいはいはい、もうそれ以上でも以下でもないっていう、うん、まあじゃあその次がスティールライブ、ここでこの間カジ君との対談で言ったように映画も公開されて結構日本でね、はい、うん、人気がストーンズも、あとストーンズがやばいイメージからこの辺りで、このジャケットもそうだけどポップな感じというか軽く、うん、でミックもスポーティーな衣装で出てきてねなんかかっこいいかどうかは置いといてポップな、アメフトの格好でしたよね、えアメフトの格好みたいな、そう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 、ね、でもなんかドラムもまたさらに軽く転がるというか、うん、そうです、この頃はパンクニューウェーブの後だから単ビートがちょっと速くなって、うん、でちょっとこう安定しながらも前にこう行く感じの、なんていうのかな、そのラビューライブで行ったもうガン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 こう行く感じではないけれども、うん、パンクのエネルギーと自分たちのロックンロールの持ってるものをちょうどなんかいい具合にミックスさせた、そういう感じで今につながるようなチャーリーのビートと、あと音もなんかライブ版としてはちょいリバーブの効いたスタジアム的な感じの音がしだしましたよね、うん、うん、そこがなんかやっぱラブユーライブとゲットヤーヤーとだいぶ違うなと思って、どしっと安定感が出てきたなっていうライブアルバムとしては思いましたね。ここのライブアルバムに至る変革期っていうのはやっぱり女たちのあのちょっとパンクっぽいところからのチャーリーのビートが変わったなみたいなイメージもあって、うん、でよく前も言ったストーンズのライナーノーツを書かれている寺田正則さんはここでチャーリーのバスドラ四つ打ち四つ打ちって言うんだよ本当ですか、うん、だからバスドラ四つ打ちってよくディスコの曲でドン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 ってやるのが、うん、チャーリーはもうロックンロールで対応しだしてみたいなさ、うん、なるほどね、この頃の女たちからスティールライフあたりでチャーリーのロックンロールバスドラ四つ打ち完成したみたいなイメージをよく語られてるような感じなんですよね。本当ですか、うん、よく来るじゃないですかバスドラでロックンロールのチャーリードッ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 ドみたいななんかイメージ、あのねバスドラをこう4つで打つとこの一つ軸がこうドンドンドンってできちゃうからスネアをね溜めるっていうのが難しくなるんですよ。なんかこうねキックがこう軸にあるから、うん、スネアを後ろにもたらせるとずれちゃうんですよ。それがねちょっと気持ち悪くて、多分それはもうチャーリーも感じてたと思うから、キックを渋打ちにしたらその後ろにもたらせるスネアからジャストに打たなきゃいけないスネアにちょっと多分変わってるはずなんですよね。でさらにビートがタイトになって、だから私の感じたホットスタッフとかそこら辺のもうチャーリーのタイトさは多分その四つ打ちあたりから来てるんじゃないのかなと思ったりしましたけどね。キックがまずなんかこう、まあもちろんレコーディングとかマイクのアレンジとかもあると思うんですけれど、なんかキックの音がねまずだいぶ変わって渋打ちに対応したんだと思うんですけれども、その時はスネアがちょいタイトになってきて、後ろにいるよりも。もうとにかくバスドラは4つで打ってスネアやって、それでハイハット抜いてんの、うん、多分そうだと思いますけど、あキック行ってる時と、あキック渋打ちで行ってる時と、普通のなんかこう、同じようなテンポでも、キックは渋じゃなくてっていう時のスネアのタイムが、多分ちょっと違うと思うんですよね。このハット抜いてたとしても、うん、おそらく。はい、そんでねそのねスティールライフのアルバム聴いててなんか気持ちいいなっていうバストラのフレーズがあって、あのトンタントントンタントンタントントンっていう、まあ普通のロックンロールのフレーズなんですけれども、トンタントントン
タンっていう、タンがスネアですよね、うん、でトンがバスドラだとしたら、このフレーズすごい気持ちいいなと思って、本当に普通のフレーズなんですけど、ね、あでもなんかわかる、あのほら映画でもそうだけどさ、うん、あのなんていうのかな、ジャスマンイマジネーションのさ、あの強弱な感じの時に浮かび上がってくるチャーリーのかっこよさ、そうするとミックがまたこんなことやるじゃないですかそのね、多分それそんな感じだったと思うな、うん、そうそう、でそのまさに言おうとしたんですけど、ジャストマイイマジネーションが、私がこのドラムクリニックとかするときにチャーリーのちょっと溜まったスネア後ろ後乗りの、これがもうこの曲で最高に出てるから、これをみんなで聴きましょうって言って、ドラムクリニックの時によく聴くんですよ。で、ここちょっとこう後ろに行ってるでしょ、溜まってるでしょつってみんなで聴いて、まあ、ああ、そうですねっていう人もいれば、はあっていう人もいるんですけれども、それがライブ版だとなかなか出にくいんですけど、このスティルライフ聴き直したら、もうむっちゃ後ろに溜まってて、いや、気持ちいいんですよ。めっちゃ気持ちいい感じでスネアが溜まってて、ね、うん、だからまあもう多分自然にだと思うんですけれども、やっぱり渋打ちになるとタイトになるし、普通のロックンロールだとちょっと後ろ目になるし、ああいうなんかこうスローミディアムになってくるとグッと後ろにスネアが行くみたいな、そんなのがなんかこう自然となんか曲に合わせて出てるんだろうなっていう気がしますね。ジャカジャカした早い曲もこの時期ってキースなんかがハマってたっていうのも、うん、まあそのロックンロール、パンク、ニューウェーブの中 で、ね、例えば「レッド・ミー・ゴー」「ダダダダダジャーン」「ダダダダダジャーン」「ダダダダダ」「スッカタトントットタトタトト」みたいなさ、あの感じもこの時ならではですよね、なんかね。そうですね、まあ私のドラムだったりすると、うん、やっぱりこう前に前に行く感じだから、うん、ドンタントントンタントンタントントンタンっつって。キックをとにかく前にこう押し出すんですよ。ドンタンドンドンタンドンタンドンドンタンっつって、うん、でそれがまあもう曲全体の推進力みたいになるっていうことなんですけれども、そのトンタッとドンタンっていう時は、うん、このチャーリーのねそういうフレーズになった時はやっぱりね、前に行くよりもトンタッとドンっていうここのねキックがねすごくね重要になってきて、トンタッとドンっていう、これがね何が気持ちいいんだろうこのビートって、うん、よく聞いたら、もちろんスネアのタイムあるんですけど、そのタイムに対してのドンタッとドンってくるこのねバストラの多分ね位置とか、はいはい、響き具合がむっちゃ気持ちいいんだと思うんですよ。そういうのありますよね。うん、例えばこのスネアが溜まってるっていうことはちょっと後ろにずれてるわけじゃないですか、うん、だとそのままだからキックもずらしちゃったらこれビートがはまらなくなるわけなんですよね。 ずれたままただのずれたそう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 、キックは同じテンポだけどスネアだけ後ろにいるっていうことだから、なんかこれもう体でこう覚えさせないと難しいんですよ。意識してもなかなかできないし、でそのちょっとこう後ろに溜まったスネアなんだけど、その後にタッドンドーンってこうすかさずバストラが来るっていう、ここがなんかここなのかな気持ちいいところって、あなんかわかる、うん、聞いててね思ったんですよね。でも、うん、チャーリーは考えてやってるんですかね、それとも無意識にやったらもうそういうチャーリービートになるんですかね。うん、だからそれは多分ね、あの他のメンバーの出すビートがすごく大きいと思いますね。うん、そのキースのリフとかと一緒にこうやってたらそういう風になったっていうことなんだと思いますね。うん、ということで梶原哲也さんとチャーリーをメインの題材としてザ・ローリング・ストーンズの歴代のライブアルバムを語る、はい、今回はここまでとして、カジ君ことカジワラ哲也さんでした。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。はい。